みんなで一生懸命頑張った運動会、ワクワクドキドキしたくじ引き奇跡替え、誰も手を挙げないのでなりました飼育員、机の中に手を入れてちょっと持ち上げて遊んだりもしました。水の出がすごく激しかった。理科室、本番に口パクで歌った合唱コンクール、ストーブの、周りに貼ってあったかガムテープ、あ、すいません。牛乳をこぼした床の上でフィギュアスケート選手権、土足禁止の廊下ではかかと立ち、社会の授業中にこっそり遊んだ大富豪、英語の先生がめちゃくちゃ可愛すぎてその先生の車をしゃべったこともありました。女子が落とした消しゴムは怖くて拾えませんでした。